の再来。アンテの復活、二代目アンテの誕生、どっちも最悪なのは間違いない。放火さんはどっちだと思ってますか？アンテの復活説。理由はアンテが不在の期間、悪神教は動かなかった、おそらく動けなかったんでしょうね。アンテがいないと悪魔との契約が維持できないとか。なるほど、力が使えないから動かなかった。その説の方がここ最近になって動き出した理由も納得だわ。それで悪神教とはどう戦えば？理想は悪視剣打開を使われる前に殺害。さっきも言ったけど、悪視剣を使わなければ相手はそこまで大した実力じゃないの。月下ちゃんの相手二人はどうだった？確かに青い髪の方は私でも十分に戦えた。赤い子も悪視剣打開を使うまでは数百万くらいで大した実力者じゃなかった。そう、つまり理想は不意打ち、闇打ち、真正面からの戦闘はもってのほかよ。それでも一時的なものだけどね。一時的ってどういうことですか？悪視剣はね、死者が亡くなると、次の死者に移るの。悪視剣が移る？悪視剣を持っている死者を討伐した場合、確かに死者は消え、一時的にことは収まるけど。でも悪視剣、つまり悪魔との契約が生きている限り次の死者候補に、悪視剣が移るだけなの。そうなれば結局次の代の司教が生まれるだけ、何の解決にもならないわ。ならどうやって討伐すればいいんですか？普通に倒しても意味がないんじゃ。ちょっと、声大きいわよ。周りのお客さんもいるんだから静かに。あ、ごめんなさい、でも。確かにこの数百年、長い歴史、その方法だけがわからずにずっと戦い続けたわ。私も世界の治安維持を専門としている部隊の隊長、歴史からヒントがないかとずっと調べた。結局成果は出なかった。いえ、そうでもないわ。最近アンテが一度消えたことで均衡は崩れてるの。そうなの。昔はどんなに倒してもアンテが契約をつなぎ止めていたからずっと同じことの繰り返しだったの。でも今アンテが消えた今、残っているのは悪魔の契約のみ。おそらく一度切れた契約は復活したアンテや二代目教祖でも復元は不可能、もしくは時間がかかると思ってるわ。つまり、今の悪神教は悪魔単体の契約だけが残って一人歩きしている状態。悪魔の契約って、悪魔が死者の望みを叶えられなかった時点で無効になるの。つまり、死者が悪視剣の能力や打開、打点解放を全て使用した状態で死者が絶命したら契約は切れる。悪魔は契約に厳しいから、悪魔が死者の望みを叶えられない以上契約は成立しない。だから悪魔は契約を切らざるを得ない。そうすれば悪視剣が移ることもなく、そのまま契約が切れ、消滅することになる。これは日本全土で事件を起こした悪神教を討伐したロカちゃんが第一発見者なんだけどね。迂闊だったわ。私では相手が全力を出す前に討伐してしまっていた。だから発見できなかった。ロカが、全悪視剣、打開、打点解放、すべてを短期間ですべて使ったとき、顔に紋章が浮かび上がるらしいの。それが、悪魔契約を完全に使いこなしているという証。悪視剣だもん、と名付けたわ。つまり、その、悪視剣だもん、が浮かび上がった状態で撃破すること、そういうことなんですね。そういうこと。これで悪神教については以上よ。相手に全悪視剣を使わせる、つまり即死系、必殺系を受けた状態で、なおかつ相手が全力を出している状態で撃破。分が悪すぎる。そろそろ状況偵察に行かせてたラディウスも帰ってくるわ。そこで本格的に討伐作戦を練る。月下ちゃんも来てちょうだい。わかりました。私でお役に立てるなら。ご連絡します。地球蜃気楼の塔が見える広場に来てください。どうしたの？何かあった？蜃気楼の塔から巨大な魔法陣が出現したと町の住民が大混乱を起こしています。蜃気楼の塔？確か正式名称は精霊塔だったわね。わかったわ、行きましょう。月下ちゃん、来るなら来なさい。何か情報がつかめるかもしれないわ。はい、私も行きます。何？あの魔法陣、過去にこの事例はなかったわよね。はい、そもそも蜃気楼の塔出現自体がごく稀と聞いています。その上この巨大な魔法陣、異常事態なのは間違いないってことね。あれはまずいね。過去最悪の事態かもしれないわ。精霊。それよりこの状況は非常にまずい。最悪ここら一帯の自然エネルギーが壊滅する。それは本当。だってあれはここ一帯のカゴそのものだから。それが視覚化できるということはカゴが人の目に映るほど弱まってるってこと。カゴももともと強力だからすぐには消えないけど、完全に消える前に元に戻さないと一生カゴは戻らない。ならどうしたらいいんだい？まず4つの鍵、それが塔に入る条件、そして入ったら頂上にカゴを維持しているカゴ石がある。今はカゴ石がカゴを維持する結界の外にあるから弱まっているの。だからそれを元の位置に戻す必要があるの。でもなんで？いきなりそんな。いきなりじゃないよ、私たちはなんで襲撃されたんだと思う？
違うのかに。それだよ、それが4つ奪われ、今カゴが弱まっている、現状は1つだよ。悪心境。とりあえず塔の入り口に行こう、今開いているなら早く行かないと。案内頼める。ええ、任せて。見つけた。あんた、後を追うよ。じゃじゃあ。案外すぐここまで来れたけど。私がいたからだよ。私は鍵の守護者の後継者だったから。そうなの。なんだったら月下が従属にした精霊全員後継者だったよ。嘘。どう、ラディウス。ダメですね、結界が張られてます。内側から鍵をかけたとか。いや、それは無理だよ。結界が張られるときは鍵が一個でも塔の外に出ているときだから。じゃあ鍵は悪神教の連中が持っている可能性があるってことか。待って、時間がないのにどうやって悪神教を見つけるの。国の隅から隅まで逃げられたり、国外に逃げられてたら。それもない。あれは塔から出るエネルギーで維持できてるものだから範囲から出すぎると効力をなくして結界が解けるんだよ。ちなみに範囲は西アルプス山脈全域、精霊領域がアルプスに固まってたのもそれが理由なんだよ。じゃあアルプス山脈より外側に出すか、塔の近くに持っていかないと結界は解けない。結界を解くだけならそれでいい。けど中には4つの鍵が手元にあってやっと解除できる魔法陣があるの。これは一度開いたら数分後に自動で戻る仕組み、内側からなら素通りできるシステムだから。一度入った人は出る分には鍵はいらない。でも入るには4つの鍵が必要ってこと。二重結界、いや、適正者や鍵の持ち主以外を近づけさせないところも見ると三重結界。かなり厳重ね、通りで今まで侵入されなかったわけだわ。とりあえず鍵を持った悪神教はまだこのアルプス山脈にいるということですね。そうね、とりあえず急いで目撃されている4人の悪神教から鍵を奪い返さないと。結果、いや主は町に戻った方がいい。なんで？ネロから聞いたけど、関という人がまだ帰ってきてないんでしょう。なら主は関を待つべきだ。それに私たちは昨日の今日、さすがに主も私たちを扱いきれないんじゃないの。それは、精霊の言う通りよ。相手は弱くないし、さっきも言ったけど倒すなら相手に全力を出させないといけない。まだ強くなる可能性があるなら、万全になってからもう一度ここに来て。はい。大丈夫、あなたの代わりに妹さんが頑張ってくれるらしいわ。え、ジェイ、バレてたか。わざと気配を出したくせによく言うよ。ロカちゃん。それにアルタちゃん。話は全部、把握したよ。月下姉は町に戻って準備してて、私たち4人で鍵を奪い返してくるから。こう見えて私たちは悪神教を本当の意味で討伐した経験がある唯一の人物だよ。つまり悪神教慣れしてるってこと。だが、まだ子供にそんな危険な目には。いいじゃない、ラディウス。それにロカちゃんが本気出したらラディウスと互角、もしくはそれ以上よ。そこまでの実力が。私もそれなりに腕は立つよ。知ってるわ、悪神教を討伐まで追い込んだという実力、見させてもらうわ。ロカ、お願いできる。任せて、私もこの1年で月下姉が驚くほど成長した。多分昔の月下姉よりも強くなってるね。心強いわ。それじゃあ今から探索配置を決めるわ。そこで各自悪神教を見つけ出し、鍵を奪うこと、そしてできることなら完全討伐をすること。私はアルプス山脈の頂上全域、風の精霊領域を調べるわ。ラディウスはアルプス山脈の麓全域、水の精霊領域付近の探索を。ロカちゃんはアルプス山脈の地下、地の精霊領域と火の精霊領域付近の探索。アルタちゃんはアルプス山脈の中間層全域、聖域はないけど、動き回っている悪神教対策として探索を。悪神教を討伐するわよ。了解。ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。